今日はですね、バギーユーザー、特に競技バギーユーザーの方にですね、もし知らなかったら損してますよというかなり有能なアイテムご紹介していきたいなと思います。皆さんこんにちは、ガガの高橋です。今日ご紹介しますのはですね、まずちょっとこちらを見ていただきたいんですけども、ででん、これちょっとこうやってお見せしようかな。はい、これ何か分かりますか？分かりますね。はい、ラジコンヘビーユーザーならご存知、ユニバーサルシャフト、もしくはドッグボーンでもいいんですけども、このユニバーサルのスイングシャフト、そしてここにピンがついていますが、これバギー用ですね。ちなみにオンロード用はですね、ここにご用意しましたが、これオンロード用だとね、こうちっちゃいものになるんですが、このピンですね、このピンってすぐ削れないですか？削れるでしょう。で、これ削れたら当然交換しないといけないですよね。削れたまんま走る状況もありますけども、それはかなり割り切って、走りの方は相当悪くなるのを覚悟した上で割り切って使う。バギー用のね、こちらの先っちょだけですね、メーカーによって変わりますけども、やっぱなかなか1000円とかね、1000円超えちゃうとかっていう、定期的にね交換する消耗部品としてはちょっと高めのものになります。で、言ってもこのピンもすぐ先減って平たくなってね、もうガタすごく多くなって、もうこれガタ多くなると、デフジョイントの方もね減ってくるとは思うんですけど、先にこっちのピンがなくなるじゃないですか。ガタ大きくなっちゃうと当然ね、走りが、ね、ギャップのあるコーナリングとか直進安定性にですね大きく影響してくる部品なんで、当然減ってきたら交換しないといけない。特に最近パワーがめちゃめちゃねバギー出てくるようになったので、このピンの消耗に悩ませてる方って多いんじゃないかなと思うんですけども、実はですね、これ電動用ではなくてエンジンカー用として昔からあるんですけども、これですね、これねこれでいいか。はい、こちらですね、これ無限さんから出ているピンリプレイスメントツールって言います。そうなんですよ、このピンの部分だけを打ち替えできますよっていう道具なんですよこれ意外にね知らない方多いんじゃないかなと思ってね、今日ご紹介しようと思いました。昔はね電動カーのユーザーさんはこれね使わなかったんですけど、これ使うよう、最近は結構ね電動バギーユーザーさんも結構使うんですね。理由としては、まずハイパワーのブラシレスのハイパワー化ですね、あとバッテリーの進歩による長時間走る、このハイパワーと長時間走るっていうんで、このピンがねもりもり減っていくんですよね。アンドですね、昔電動カー用っていうと、これ今これオンロード用ですけど、これこのピンはね2ミリのピンね、2ファイのピンになんですけど、最近何年ぐらい前かな、もう5、6年ぐらい前からもう電動カー用もですね、このエンジンカーと同じく 2.5ミリのピンに変わってきてるんですね、競技バギーだと。でそうなってきたら、なんとこれが使えるんですよ。でこれエンジンカー用としてね出てるものなんですが、このピンの打ち替えがこれで簡単にできるようになると。ちなみにね、これ今使うにあたって 2.5 ミリのピンですね、最近のその競技バギーにはもうほぼほぼ 2.5 ミリのピンなんですが、例えばタミヤさんのやつですね、TD4 とか最近出てきたバギーであると2ミリのピンです。で強勝さんですね、強勝さんはもう競技バギーちょっとやめるのかやってるのかちょっとよくわからないんですけども、まだ2ミリのピンなんですね。オンロードはもう全部2ミリのピンなので、じゃあこれ使えないじゃないかっていうと、一応使えます。ただ工夫がいります。工夫とちょっとコツがいるんで、今日はそこはねちょっとあれですけども、オンロードだともうね交換っていうのが一般的なんですが、バギーほど減らないですけどね、そもそもね、オフロードだとね結構特に屋外で走る土ぼこりでね、細かい砂なんか絡む状況で使うとやっぱりね結構減ってくるんですよね。と一応使えます。ただ使うには
コツがいるということを一応覚えておいてください。で基本的には今ご紹介する、ね、2.5 ミリのピンを使うということですね。これをお見せします。これヒューディーですね。ヒューディーが出ている106053という品番のですねヒューディードライブシャフトピンというのがあります。これ 2.5 ミリのピンですね。と最近の競技バギー、まあ、ヨコモ、アソシ、エックスレイ、あとどこだまあいくつかありますけども、そのメインの競技バギーにはこの 2.5 ミリのピンになってますね。これを使ってあげるんですね。で使い方はちょっとね今日は細かくはお見せしないですけども、まあ、使い方はですね、まあ、そんな難しいものではないです。まあ、これを買われるとですね、こちらの説明書があってその通りにやっていただくといい。ただ便利なのがですねこれ結局、まあ、これクラッチになっていてラチェットになってねこう回していくんですけどちょっとかなり力がかかります。この普通のね汎用のモンキーあるじゃないですか。私これモンキーを使うんですけどモンキーでこう挟んでこうやってあげると力がかかりやすいのでねそれだけ覚えておくといいかなと思いますね。まあ、簡単に仕組みをご説明するとこういうピンを入れます。ピンを入れるとピンを入れてねこれをガチャガチャギュッと締めていくとこのピンがジュジュッとずれていくんですね。ピンがずれたところに新しいピンを当てがって新しいピンを持って圧入して交換してあげるっていうためのツールなんですね。で、まあ、最初ちょっとコツいりますけども、まあ、覚えてしまえばねそんな難しいものではないので、ただちょっとね注意点といいますかピンが出ているタイプと穴が開いているタイプ両方あるんですけども、このピンが出ているタイプピンがねちょっと斜めになっちゃったりあの位置がずれたりするとパキッとこう割れたりすることがあります。うまくやればずっと使えるんですけどもちょっと間違えると割れるっていうんでこちら800円とかでね確か交換部品は存在しますので安心してください。まあ、そんなわけでねこちらのピンリプレイスメントツール、まあ、こんな感じでね入っているものなんですけどもこれ価格がね4200円かなします。まあ、あの決してね安いものではないですけども、まあ、これ競技バギーをねガンガンやってる方もしこれ知らなければあピンどんどん変えれるんならあ安いじゃんってこれ欲しいじゃんってね思うものなんですね。そのくらいやっぱりね最近の競技バギーっていうとこのピンがとにかく減るだからその度にこれを交換するっていうのは結構ねあの、まあ、勇気はいらないまでも結構痛いなみたいななんですがこれを使うことによってピンが交換できると。で、まあ、個人でね、まあ、持っているっていうのはまあ最終的に当然ベストなんですけども、まあ、仲のいいねいつも行動する3人ぐらいいたらね、まあ、3人で1個ちょっと出し合ってね1個買おうぜって、まあ、毎日こう使うようなもんでもないですしね、まあ、現場でちゃちゃっと変えたりもできるので、まあ、誰か1人持っていればね、まあ、仮戦だと、嫌われるので仮戦はやめましょうね。仲間で買うとかねご自身で買うとかっていう風に使われるといいかなと思います。まあ、お値段がね4200円ぐらいのものと、まあ、ちょっと競技の世界知らないとかね気軽にやってる人からするともうこんな高いのいらねえだろって思うかもしれませんが、まあ、競技をガンガンやってる人とかからするとあこれは欲しいこれは買おうっていう方もね、いらっしゃるんじゃないかなと思います。じゃあこちらですね無限さんのピンリプレイスメントツールあとこのヒューディのドライブシャフトピンこちらはですね780円の10本入りとなってますね。まあ、競技バギーをねやっていたけどこれ知らなかったという方ぜひこれこの機会に、ね、入手していただいて、まあ、なるべくコスト安くねいい状態を保つという意味でご活用していただければいかがでしょうか。まあ、こちらですけどももちろん超おすすめアイテムとしてレディオガガのウェブショップでも扱っておりますのでご興味ありましたらぜひご覧になっていただけると嬉しく思います。それではですね今日の動画何かの参考になったと思っていただけましたらぜひ高評価チャンネル登録をぜひお願いいたします。非常に励みになります。またレディオガガウェブショップやってございます。あと SNS、Twitter、インスタ、Facebook やっておりますのでねそちらもフォローしていただけますと非常に嬉しく思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。